こんにちは。坂道凛です。お盆休みいかがお過ごしでしょうか。というわけでね、今日はこの間見つけたなんか面白そうなゲームの、ガンデビルっていうのをクリアするまでやっていこうかなと思います。お盆休みなんでね、時間はいくらでもあるはずというわけです。ちなみになんかそこそこに難易度が高いとレビューには書いてあったので、まあどうなるかなっていう感じですが、はい、頑張っていきます。今後さん、こんにちは。いらっしゃいませ。なんか台風ってますよね。風も強いし、雨も降ってるし、自転車向きではない。ただなんか今日からビッグサイトで夏コミがやってるっぽいんですが、台風来て涼しくなったから死者が出なくていいのかなと思ってます。この間までの38度みたいな状態で夏コミに行ったら、全員はいいせいか、参加者の1割2割倒れるんじゃないかなっていう気がするので、若干涼しくなってよかったかなと思います。カンコさんもゲームばっかりしてる。まあ、ゲームもね、楽しいからいいですよ。やりましょう。確かにね、人混み怖いんですよね。なんか身の回りでもちらほら出てますよね。オフライン、オンラインを問わず、なんかコロナじゃなくても体調悪いとコロナかなってなって、騒然とするので、体調を万全にしていかないといけないなと思って、日々過ごしています。コンゴさんのフォロワーさんにもいますよね。いますよねって、コンゴさんのフォロワーにいるかどうかは知らないですが、私もね、フォロワーにね、いますね。怖い怖い。なので、家でおとなしくゲームしてれば、コロナにかかることもなく、健康に?健康かどうかわかんないけど、不健康に健康を得るっていう、肉を切らせて骨を断つ。若干間違ってるけど、そんな感じで、お盆を乗り切っていこうかなと思います。キヨさん、こんにちは。いらっしゃいませ。キヨさんも、健康に配慮して家で過ごしているんですね絶対に安全な家の中で暮らしていきましょう。わっ、つらっ。コンゴさんのフォロワーさん辛すぎですね。せっかく遠征したのに結局出場できずにホテルで隔離。遊びに行ってその先で隔離って罰ゲーム以外の何もでもないですね。家だったらまだいいけど、出先で隔離は何のために移動したんだろうっていう感じですよね。ちなみに今って隔離義務どれぐらいあるんでしょうね。隔離されなくても隔離自習なんて言うんだろう、自分で隔離しなかったらダメみたいなルールはまだ生きてるのかな。わかんないけど。ナス太郎さん、おはようございます。いらっしゃいませ。ゆえさん、おはようございます。頑張ります。
ガンデビル倒していきたいと思います。倒すのかな、自分がガンデビルなのかな、そんな気もします。よし、じゃあやっていきますか。ガンデビル、あれ、ゲームパッドが効かないぞ。あ、聞いた聞いた、よしよし。ではやっていきたいと思います。あ、甲子園やってますね。私全然野球見ないからわかんないですけど、なんか結構なんか自主的に出場取りやめした高校もたくさんあるとかなんとか、ニュースで見ました。ではDC will reset your process. Sure, you want to start all over? はい。とりあえず動作確認は完了してるので。これね、英語で読めないんですよね。サタンさん、attend the school of magic? こいつが悪いやつなのかなっていう。で、これが、he got your wife as his teacher.And is in Gotham Love. なので、あのガキンチョに先生大好きって言われて、で、ダンバース decides to kidnap her, thinking she's cool with it, but in fact is uncool with it. 誘拐したっぽいですね。で、he's so dumb. Is he expecting her to continue teach him magic after this? Unreal.とりあえず誘拐して謎の軍隊を、He's not aware of her husband's insane power. That's you. That said, he's quite safe behind his pimp legion for now. ピンプってなんだろうね。突然のヒルキラ。Newsflash, the legion doesn't know what pimp means.The Dumbass told them it means cool gangster, so they're all like, yeah, we all cool, blink blink, なんとかかんとか。変態マン？私変態マン？Objection, they're not pimp, they're students that should study, and we have to, 違う、have a special, な読めない？Get killing you stupid idiot, then go back to school and study hard. I'll cut some baby. というわけで、どうもね、私は、変態マンみたいなキャラクターらしいです。なんか可愛いですが、その顔は、さっきのなんかヒゲの全裸マンっていう、ことらしいです。ただ、奥さんが美人で、謎のガキンチョに誘拐されたので、助けに行くっていう、そういうストーリーかなと思います。間違ってるかもしれません。英語がね、早すぎてね、読めないのよ。という感じです。あれ、コンバーさんって岐阜でしたっけ？名古屋だと思ってた。ということでね、やってきます。セント君ではないです。あのガキンチョはセント君ではないです。多分。ごちゃんさん、いらっしゃいませ。カルト宗教だったのかな？危ない危ない。ツボは買ってないので大丈夫です。ちょさんいらっしゃいませ。そう、JK だからね、お盆休みなんですよ。JK なので。4年経って、JK になったので、デビュー当時は、中学生ということで、よろしくお願いします。なるほど。コンゴさんは愛知だけど、岐阜に
何かゆかりがあるんですね。了解です。ジャンプジャンプで攻撃。じゃあこれチュートリアルですね。で、ジャンプ下で、ヒップアタックが出ます。ちなみにこれさっき夏コミの話をしましたが、皆さんは夏コミとか行かなくてもいいんですか？夏コミ、私ね、コミケ昔はね結構ね行ってたんですが、もう最近は全然行かないですね。これどうすんの？あ、飛べるのか。っていうかね、夏はね暑すぎるので、あれはね行かない方がいいですね。基本的に、私コミケ行くときは冬コミに行ってました。なるほどなるほど。いや、ちなみにこれ今イルバンをしてこのどっちをしてます。なんか夏コミもね2、3回くらい行ったかな。ですが、行ったことある方、ご存知かと思うんですが、ビッグサイトって、西館と左館じゃないや、東館に分かれてて、インタラクト。喋ってる。ナイススタチュー、with it holding a weapons for me.トゥーパイ。ボムバスタード。違う、ん？ボムバスタード。トラッシュマスター。ゴッタミネーター。クレイジーアロー。全部高いな。買えない。お金を貯めます。あ、チュンさん行きたかったんですね。いやー、ちょっとね、コロナで一応入場制限してるっぽいんですが、とはいえね、コロナ前の激混み具合を知ってる身からすると、やばいだろうなと思って、行かない方がいいですよね。特にあれですよ、あれ、チュンさんがどこのジャンルに行こうと思ってるか知りませんが、いわゆる一番激コミなジャンルに行くととんでもないことになっていると思います。まあ、どこが一番激コミかは各自の、ご想像にお任せします。正直ね、一回だけ怖いもの見たさで、夏の3日目の、ポーチャンルに行ってみたことがあるんですが、あれね、人外魔境ですね。無理です。即座に、離脱をしました。ちなみにね、壁サークルって行ったことがある方は、まあ、よく知っていると思うんですが、壁サークルっていう、むちゃくちゃ人気のあるサークルが配置される場所があるんですが、シャッター前っていう。そこの列がね、有名ラーメン店、同時に5店、オープンぐらいの感じになるので、正直ね、いかがなものかと。あれ、これ出ていくんだろう。よっ。あ、怖。
3回接種してもやっぱり感染するんですね。やばいやばい。まあね、まあ、まあ、コロナも怖いし、熱中症がね、それよりもね、正直怖いです。コロナは、行った後に死ぬかもしれないっていう話ですが、熱中症はね、その場で死ぬので、正直ね、これなんだろう？あー、なるほど。バックできるのか？その場で死ぬので、正直ね、マスコミはね、やめた方がいいなって思います。これ何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 これ？やばい、完全に目がいってる。なんかマスコミ行った時に一番一番やばいのが、東館と西館の移動中で、そこから出られないんですよ。東館、西館に入ってしまえば、まあ別にいつでもそこから出ることも可能だし、どうにでもなるんですが、その間の通路が、なんていうのかな？やばいやばいやば。なんか皆さんゆっくり、うわーあったなった、皆さんゆっくり歩いてくださいみたいな感じで、自販機もなければ、トイレもないし、てかトイレが、うわー死んだ、トイレがね、通称最大手って呼ばれて、もともと、大手って、人気のあるサークルっていう意味なんですが、最大手ってトイレが呼ばれていて、一番ね、並ぶっていう。なので、水をたくさん飲むと、最大手に、並ばなければいけなくなるっていうことなので、最悪ね、漏らすっていうで、漏らしたくないので、あんまり水を、これどうすんのこれ、あんまり水を飲まないようにすると熱中症になるっていうね、生物学的に死ぬか社会的に死ぬか好きな方を選ばせてやろうみたいな、そういうね、マスコミはね、究極の二択を求められるので、正直ね、そこまで頑張っていくかっていう、そういう話なんですよね。おむつ推奨。そうかもしれない。もう、人間的な尊厳を犠牲にして、おむつで行くべきかもしれない。社会的な死を迎えるよりは、その方がいいのかもしれない。ああ、危ない。ああ、危ない。よいしょー。やばい、これやばい、これやばい、これやばい。え、どうすんのこれ。これどうすんのこれ。無理じゃん。あ、これ無理じゃん。え、なにこれ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 、すごい、私すごい、今のなんかスーパープレイじゃないですか。何の話だっけ。あ、そうそう、なのね、生物的に死ぬか社会的に死ぬかどちらかを選ばないといけないので、どこまでしていくのかっていう話ですよね。ヤスタロさん、ありがとうございます。いやー、アクションゲームのプロとお呼びください。
つの耐久レースでおむつを履く、そうなんですか。そうなんですね。あー、サークルさんか。昔ね、一回だけ、友達のお付き合いで、サークル参加したことあります。カピバラ、英語喋ってるけど。Greetings, セカンデビュー。I've been expecting you. 待ってたセカンデビルっていうやつですね。In the name of Gotham, what bring you to hell?どういうこと？ちょっと一般的な言い回しなんでしょうけど、In the name of って。ゴッタムって、神なのかな？まあ、なんか直訳すると、神の名において、What bring you to hell? 何がお前を地獄に連れて行くんだっていう、まあ、挨拶だと思うので定型句だと思います。わかんないけど、You I told you I've been expecting you。 お前を待っていたんだってことね。 I had the lights fearful obstaclesHowever, I believe you have what it takes to get past. だからもう英語わかんないからやめてほしいな。日本語に、日本語で OK。どういうこと？ I believe you have what it takes toゲットパースト。どういうことこれ？ゲットパーストがわかんないんだよな。ようわからんけど。ようわからんです。なるほど。ゴッタムは悪態をつくときの言葉らしい。オーマイガーシュみたいなやつかな。とりあえずなんかゴッドって言うと良くないから、ゴッドのようなことを言うっていう英語のあるあるですね。まあちょっと難しい挨拶をしておると思っておきましょう。なんだこれ ?THE ってなんだ、そもそもわからん。D ってなんだろう ?F theirs shall be rewarded with greatness. Alas, aiming for greatness may become once tragicデミーズ?何もわからない？何もわかんない？一言もわからないんですが。最初からわかんないし。アラスとか、ディーとか何？何もわかりません。カピバラさんが喋ってることは、何一つわかりません。Damn, what are you saying? このプレイヤーからも何言ってるか分かってないじゃない。なので分かんなくてもよかったのかな。Stop talking in wired radio? Radios? 分かんないけど、分かんないけど、とりあえず、カピバラさんの言ってることは、分かんなくてもよかったようです。ゴッタムはシットに近い。なるほど、なるほど。とりあえず、口汚い感じなんですね、この悪魔だから。
Listen carefully。 なんだろう、このマスターみたいな口ぶり、ヨーダかな。 When you are mid air, do the attack down move。 Press jump right after you land on the ground。 なになに、空中で下攻撃のムーブをしているとき、ジャンプを着地と同時に押すんだみたいな。You gain a short speed boost plus jump higher。 わかりやすい、急にわかりやすいこと言い始めた。急になんかあのチュートリアルみたいなことを言い始めましたね。そしたら、スピードアップして、高く飛べるようになります。なるほど。ラスタロさん、これ急になんかあのわかりやすくなってヨーダでしたね。あのフォースメイウィズユーですね。You come all this way to tell me this? お前はそれを言うためにそこにいるのかっていう。はぁ、my friend, we are more connected than you might think. どういうことこれ。なんか、仲良しだと思い込んでるようだけど。ストーカーかな？ケイン。リドルス。リドルってなんだろう？ナスタロウさんが読み方を教えてくれたけど、リドルの意味がわからない。Anyway, I need to get back to killing idiots. Thank you for the tip. イディオットの複数形って Z なんですかね？それともこれ、なんていうかあのスラング的な感じなんですかね。Go with honor。 やっぱりこれあのスターウォーズのヨーダなんじゃないかな。ちょっとなんかあのかっこいいことを言いがちな感じがありますね。見た目はカピバラさんですが、どういうこと？あ、こういうことか。はい。という、こういう、このジャンプ力が、これになるっていう。なので、よいしょ。こんな感じになると。リドル、謎。なるほど。謎っていう意味なんですね。オッケー。急になんかあのこれアクション色の強いゲームに。あ、むずむずあ、むず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 。あれ難しくない？ナキュンさん、ありがとうございます。バーチャルになる訓練をしてくるので、ご分を祈っております。頑張ってください。マッチョになって、世界制覇よろしくお願いします。うまくない？私これ、だいぶうまいような気がする。そしてお金が貯まった。お金が貯まったのね。っていうか、チュンさんこれ、マッチョになる練習。外雨だけど、大丈夫かな？事故にはお気をつけくださーい。どれにしようかな？クレイジーアロー。ボムマスタード。
トラッシュモンスター、これは買えないのか、これは買えないので、3種類トラッシュモンスターにしようかな。ダクールポームス、にゃー読めない。サイクルするウェポン using your RP2 なるほど、なるほど、トラッシュマスターです。ワンコかわいい。What's this crap?なんだこれ、読めない。 A love out of the way you pick piece of crap Dumbass Busters。 やばいやばいやばい、これはこれはバッチーノでは。バッチーノではちょっとなかった。なんですって、なんですって、なんかとんでもない見てはいけないものを見てしまったような気がしますが、鈴木ゆじじさんこんにちは、いらっしゃいませ。社会的に死んだ。ちょっとなんかなんか触れてはいけないものに触れてしまったような気がしますね。とりあえずお尻から出る強烈なやつに気をつけていきたいと思います。今だ今だ今だ、あ、よしよし、やばい、落ちる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 、やばい、あー、セーフ、あー、これはいけるのでは、やばいやばい、また来そうまた来そう、あ、早すぎたかも早すぎたかも、あー、早すぎた、もうちょっと溜めてきますね。でも、でも、だいたいタイミングが分かったので、これが来てからジャンプ。オッケー、オッケー。これは勝ちましたね。やばい、なんか、上のやつが増えてるな。よし、来た。まだ早い、まだ早い、あ、痛い痛い痛い、くー、ちょっとこれ難しいかもしれないですね。ワンコかわいいんですが、でも大体これ全部分かってきたので、なのね、このタイミングで避ければいいので完璧。よし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 、なんでこのタイミングで避ければ完璧。よし、オッケー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 、これはいいのでは?今回は、ノーダメージで、勝てるのでは?止めに入ったら、あ、やばい!よし!
完璧完璧、これで勝った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 、これは勝ち確でしょう。これはもう一回取るか。よし、タイミングバッチリ、これは勝ちですね。やばい、なんかあの真っ赤になっちゃった。勝ちました。You like me, always say in hell. 言い回しが難しいんだよな。つまりあの、お尻がヘルだったのかな？わかんないけど。Standing my way and you become splattered with regret, idiot.スプラッターって血まみれかな。なのでわかんないけど、もうお尻が爆発したっていうことかな。そういう話じゃないのかな、わからん。まあこの犬のお尻はもう限界よっていうことにしておきます。もうクリーンや。終わり？ギャダウンちゃんとレバー開かないでロングライナー釣るからお尻はもう限界よっていう。それかワンコ、それが理由でお尻が限界になってしまったんですね。あり得るかもしれない。これもうクリアしちゃったのかな。てか奥さんこんなんでしたっけ。なんか顔違うような気がしないでもないんですが。Now I know what's up with that dog. What's up? ピューってなんだろう。My wrists are killing me.ああ、ぶら下がってたから、腕が痛すぎる的な意味ですね。You've no clue how long I've been trapped in here. どんだけ長くぶら下がったのかっていう。You are right, I don't have it. 知らんがな。Have what? A clue? クルーってなんだ？クルーってキッチンスタッフかな？絶対違うけど。What up through cave baby? Cave baby って誰？Why you all chained up like aDumb idiot. Do you want to get killed? なんでぶら下がってたのっていう話かな。Oh, it's a long story, but alright. Sit down with me and I'll tell you. This will take time. 話すと長くなるけどねっていう。long story? Sit down?With you? This soon? What the hell's here? 知らんがなっていう。What? That's not what I... Whatever. もういいわっていう。Hey, before you go, at least let me give you something as thanks.なんかくれるっぽいですね。ブーム、シャッカラカ、ベイビー。何？何？ブーム、シャカラカ、ベイビーって。Now we are talking. なんかくれた。
ハルバード。ハンドアックス、わかんないけど。ゆうこたんニュースキー。The Forever Pulling Axe。だそうです。ブンブンシャカブンブンブン。全然わからん。何にもわからん。ブンシャカブンブンです。To read and watch it spin like crazy. It ignores wall collisions, which tragically makes it fall endless deep into hell. 障害物無視のアイテムですね。RP1。間違えた。ん？あ、これか、これか。なるほど。ちょっと待って、これ。なんかアイテム、アイテムのマークが減っている。これもしかして使い切ったら、なくなるやつでは？今なんか無駄打ちしてしまったのでは？キヨさん、シャカラカベイビー、言ってる！何今の？何今の？このスタチューが、私を殺しにかかってくるんですが、ひどい。シャカラカベイビーって何ですか？シケナベイビーのやつ？ロックンロールっていうこと？シケナベイビー？シャカラカベイビー？知らない、知らない。ロックンローラーが、シケナベイビーって言ってるのを知ってるけど、意味がわからない。やばい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 。うわお、うわ、これダメだ。これはこのゲーム難易度がどんどん上がっておる。知らないじゃない。シャカラカベイビーイズ何？イズ何っていう話ですよ、これ。シャカラカベイビー。シケナベイビーってそもそも何なんだろう。やばい、これやばいな。さっきまでね、コメント欄をね、チラチラ見ながらゲームができたんですが、これもう完全にコメント欄見たら死ぬやつではっていう感じが出てきました。まあそうは言いながら、なんかどうでもいい雑談をしながらゲームをしていきたいなと思うわけですが、最近みんな何に興味があるのかな？あれ？壊れない。あれ？壊れない。あ、そういうことか、これ。ライフが足りないと、壊れないんだ。どうしようかな、これ。もう一回やろっかな。あれ、今まで、何の気なしに、パーフェクトクリアしてたんで、気づかなかったですが、実はこれ、ノーダメージでいかないと、コインが集まらないんですね。ちょっとコイン集め、どうしようかな？クリアしてから、した方がいいかな？でもこの、コッタミネーターが、手に入らないんですよね。
とりあえずクレイジーアローを選ぼうかな。クレイジーアロー。ね、これ結構難しいですよね、これ。見た目以上に。あ、これすごいすごい。なにこれ、なにこれ。これいいのでは。間違えた、間違えた。どうしようかな、さっきのところ。あ、でもこれ。これ意外ともう、半分以上進んでいたりするんですかね。さっきのところは、最後まで行って、で、多分、トゥルーエンドとかがある気がするので、それを回収するために、2周目に行こうかなと思います。はい、この弾幕、難しすぎでは。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと、ダメだ、ダメだ。ちょっとこれさ、これ、ちょっと待って。違う。あ、これ、アナログで、微調整できないのか。これ、難しすぎだわ。どうすんの、これ。ちょっと待って。どうしよっかな、これ。予想外にね、これ弾がね、斜めにしか出ないので、狙いがね、つかないんですよ、これ。え、何これ。うん、なんかすごいロックオンされてるけど。ちょっと待って、これ。これ無理なのでは。このなんかスピードアロー、火力がない。こっちの方が、いいのでは。うわ、ん、なんとなくうすうすロックオンされてるのは分かってたんですが、ああいうタイプなんですね。これ難しいな。意外と難しいな。ただ、だいたい分かってきたので、ちょっと待って、ロックオンどうにかしたい。まずい。まさかのレーザービームはつらい。あー、ダメージ受けた。これ、ノーダメクリア無理なのでは。喋る余裕がなくなっている。待て、まーまー。いろんなことが同時に見られない。というところで、あえて雑談をすることで、注意力を高めていく作戦。何の話がいいかな？最近流行ってるの、何かな？弾幕が強すぎるんじゃ。みんな最近何を見て生活してるんだろう。うん、ワンピースか。なんか全然見てない間に、うわ、なや
あの、ゴムゴムの実が、実はなんかあの、ゴムゴムの実じゃなかったみたいな話になってるというのは聞きました。とんでもなくなんかあの、重要な実だったなぁ。重要、うーん。下手くそか？なんかあの、とんでもなく重要な実だったっていう。しかもなんかあの、シャンクスも、ただの海賊じゃなかったみたいな。なんかね、断片的に情報がね、入ってきて、実際のところね、何にも分かってないっていう。なんかあの、シャンクスの娘まで出てきたっていう噂は聞けました。なんだよ、なんだよ、ちなみに皆様、ワンピース読んでますか？なんかあの、気づいたら、こち亀みたいに、あの、関数が増えてて、全部読むの不可能なのではっていう、気持ちになってます。あ、間違えた、間違えた、間違えた。今、ワンピースって、100何巻 ?100 何巻ぐらいに、なっている気がしてますが。っていうかこれ、知らんワンピースの話をしながら、ゲームするの不可能では。ゴムみたいな人間だった。ゴム、なに？ルフィが、もともと、ゴム人間だったっていうこと？ゴムゴムの実ではなくて、そういうやつだったっていう。それはわからんわ。そんなことある？そんなことある？生まれながらに、ゴムであったみたいな。無理ゲーでは。ま、ちょっと待って。これ無理ゲーでしょ、これ。これやばいな。すぎるな。今103巻か。それは追いつくのつらいな。なんかね、私ね、すごいね、ところどころのワンピース知識なんですよね。アラバスタぐらいまでは普通に分かって、その後、あの、頂上決戦と、インペルダウンから頂上決戦ぐらいは普通に分かって、でね、巨人ぐらいからね、よく分からんくなって、ビッグマムとかね、あの、なんだっけ、あの、小さい頃のお話とかが、若干わかるぐらいの。そういうね。なので、最近の流れにはね、実は全然ついていってないっていう。
無理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 。セーフ。やばいやーん。ナス太郎さんに言ってることはわからない。ゴムみたいな人になれる身じゃなくって、ゴムみたいな人みたいな人になれる身だった。つまり、ルフィは人ではなかった。うん。これまでずっとルフィのことを人だと思ってたけど、実は人ではなかった。やばいやばい。人のような何かをいつから人だと思っていたんだっていう、そういう話ですか？さっぱりわからない。なんかルフィってなんだっけ、なんか親がすごいみたいな話が途中であったので、実は人ではない、神だった。どうしようかな。ワノ国から、私ね、ワノ国もね、全然ワノ国があったことは分かっているんですが、なんだっけ、ガスの実みたいなスマイルぐらいからね脱落してます。これ全然先に進める感じがないな。とりあえずこれステージはクリアしたけど全然ダメだな。待って、人じゃなくて神になる、神になる力のある身、エネルじゃん。エネルになってしまう身であったのか、何もわからん。これでとりあえず全部武器は手に入ってしまいました。ちなみにこれさっきから英語でこの像のことをなんかおっぱい像って呼んでいる気がするんですが、それでいいのだろうか。っていうかワンピースってアニメってまだやってるんですかね。これ無理でしょ、無理ね。集中。
中してやってても、この、これ、これですよ。これ、どうにかなるのか？まずい、まずい、まずい。I'll be back. あー、アニメも完全に追いついてるんですね。まあ、そっか。そうですよね。やばい、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 やばい。辛すぎでしょ、これ。やばい、これでは雑談がなくなってただの悶絶になってしまう。軽々と雑談しながらゲームをクリアしていく配信なのに、難しすぎるんじゃん。ないけど、こち亀ってもう帰ってこないんですかね。なんか終わってしまったけど、いつでも再開できるんじゃないかなっていう気がしてるんですが。では、え、ジャンプにこち亀いたんですか。たまに帰ってくるんですね。日暮刑事みたいな。こち亀も、のために帰ってきてもいいかもしれない。ああ、たまに読み切りで帰ってくる。なるほど。ちょっと待って、ボンミスが、いや、だいぶ苦戦してますね、これ。さっきの反省から、あそこで休んではいけないことが分かったので、一気に行きます。違うんだな。ちょっとヒップアタックが簡単に入ってしまうのが、やなー。下手くそになっている。ああ、確かに。でもなんか最近、ジャンプって、いろいろなんか面白いものが出せているんじゃないのかなという気はするんですが、なんだっけ？二
パイファミリーとかもキャンプですよね、あれ確か。キャンププラスかな。ほ、あの雑誌じゃなくてウェブの方だったかもしれない。それずるいよ。それはずるいよ。あーっと飛ばない。出ましたっけね。なんかあのサンデー名探偵コナン以外なんかあったっけみたいな感じなんですよ。てか名探偵コナンってまだやってるんですかね。うわー、またやっちゃった。苦手だな。いつまで高校生なんだっていう話なんですが、うわぁ、いらないジャンプ機能。ダメか、先に倒してしまいと思ったけど。すごい、なんで買わせたんだろう。あー、ボンミスが。え、サザエさんよりも、サザエさん時空を体現しているんですかね、もしかして。サザエさんって何年くらい連載できたのかな。かわいい。知らない。私なんかあの実はジャンプ系漫画しか知らん。間違えた間違えた、死んだ。ジャンプ系漫画しか知らないのかな。あ、葬送のフリーレン、確かにそれは有名ですね。まだね未読なんですが、あれはね面白そうだと思います。あれ、早く読まないと、ツイッターのね、あの、謎の広告でね、全部ネタバレされるんじゃないかと思ってね、ヒヤヒヤしてるんですが。ダメだ、合わせない。あの、謎の巨大鉄球が、鬼門だな。2年でサザエさんを超えられる。とにかく可愛いわ。
ハヤテのごとく。なるほど。ハヤテのごとくはね、わかります。そんなに読んでたわけではないですが、わかります。あー、失敗。ハヤテのごとくも永遠に終わらないかなと思ってたけど、終わりましたね。で、こっからどうやって生き延びるか。あ、失敗。あー、ないな。あ、サザエさんと並んでいる。それはすごい。あ、アホだ、アホだ。これ、クリア耐久。永遠にクリアできないのでは。もう抜いている。すごい。続々と新しい商法で。うん、なぜ、なぜ。じゃあ、もうなんかサザエさん時空っていうのはやめて、名探偵コナン時空にしましょうか。だんだん手慣れてきました。問題はね、ここのね、安定した生き方がわからない。一回戻ればいいのかな。これが多分、一番安定の方法な気がします。で、よし。ここまでノーダメージ。さてと。気が見えない。みけみけさん、こんにちは。いらっしゃいませ。そう。銃の悪魔にね、なっているはずなんですが、どちらかというと、狩られる側に、今なっています。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。ね、なんか手に汗握る感じになってきましたね。よし。
よし。ここまでは、安定をしてきました。あ、ダメだ。同じミスを繰り返している。どうかな。マシンガン以外にもいっぱい武器は、あ、間違えまーす。武器はたくさん持ってるので、から、1時間20分ぐらいですが、だいぶね、だいぶこれは大変なゲームだということが、分かってきました。全然これ、パーフェクトクリアのコインが取れないですね。学習しない、全然学習しない。そしてね、もう買えるものがないんですよね、この層から。なんだかんだ言って最終面に来てはいる。何これ、ロックマンみたい。Suck my toes and get along with it。ん？足を舐めろ的なやつかな。ねえ、午前中に、終わって、無事にお昼ご飯が食べられるのか、どうなんでしょうか。でもこれ、ん？ラスボスなのかな？Damn! If only it was my wife's weaves?なんだろう。ちょい待ちちょい待ち。わあ！ゴミでも食らいな。弱いのではこいつ。さっきの犬より全然攻撃パターン少ないのでは。あ、失敗した。あ、なんかパワーアップしたかも。やばい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 。なに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 。甘く見てました。うん。今のはマフィアのボス。なるほど。実は、敵はマフィアだったのかな？デビル対マフィアみたいな。
ダメージがね、あんまり通ってないんだな。とりあえずこのうちである程度かわしていけるので、うん、あ、失敗した。さっきね、やっぱり犬よりは、あ、間違えた、間違えなければ犬よりは簡単な気がします。倒しました。なんかこのトラッシュマスターが強すぎる気がします。うん、多分ギャングスターってマフィアっぽいですよね。ギャングスターキング、ガンデビル対ギャングスターキング、まあ、ただのラッパーとかである可能性も否定できないですが、クラップ Help I'm dying。 今さらこのアラスってなんだかな。 A true statementwas made。 わからん。はーい、やっつけました。あ、これ奥さんでは、サム、アラ、カ、サム、悪魔の仲間。I broke you free。 I broke you free。What's up? Drop under a boxy's baby girl. God, fuck. Thank you, man. Fuck you, gangster king. Fuck. Where is the idiot? Fuck, 言い過ぎ問題では。Killed. かっこよすぎる。ね、この奥さんはやばすぎ問題ですよね。ファック言いすぎ問題。Really? You got him? On me? No, I don't really wanna carry him. Got him? As in killed him? Did you kill him? Yes.I said I killed him. Why do you ask after I told you? Do you want to get killed or something? No. Haha. you are... なんだっけ? Fired. つまりもしかして、まだ生きているよっていうことかな?本当に殺したのかなっていう、まだあいつ歩いてたけどみたいな。 Cause I got a thing for killing idiot just so you know. パファハ笑い方かな。 You are a gem? ジェムってなんだ、宝石だけど。Anyway, thank you for cutting me loose. No sweat, cause I can't do it.
なんでもないさっていう話かな。Why you all tied up anyway? ロングストーリー。またロングストーリーなのか。short is good. We got drunk. He wanted me in a pump. このパンプ、パン、あ、ピンプ、ピンプ、リーチオンって何なんだろう、さっきから。アーミー。sounded fun to me. But then I met the other idiots.とりあえず、別のボスが、そんな感じがしますね。It's like a damn circus. A bunch of random nutshell. A whole thing seems heavily disorganized.なんていうか、口語がね、口語というか、慣用句がさっぱりわからない。Bunch of random nutshell か、さっぱりわからん。まあ、なんかカオスだったっていう話ですね、そのあたり。Funny enough, they don't seem to know what pimpEven means, they are just young student thinking they are cool or something. 結局ピンプがね、ずっとわかんないんですよね。As I thought, their leader, the caramelized bastard. He took my wife. I'm on a quest to terminate. あれこれ、これも奥さんじゃないのか。奥さんではないようです。パンドラさんは奥さんではなかったようです。You got a wife? ラン?well, anyway, take this cool as item. Thanks for getting me out. As item. 何これ?何これ?これあれじゃん、ハイダ商工姉さんの、あれじゃん。you got a new skill. The...Crazed? 読めない。shoot 25% faster with your gun for 5 times. switch skill with LB2.というわけで、ワイフはどこ行ったのかな?マイワイフは?羊羹、把握したかな?ということで、マイワイフだと思っていたのは、全然関係ない、囚われの別の人でした。勝手に、関係ない人を、自分のワイフだと思っている、やばい人になってしまいました。でもこれで、ラストステージなので、ここにマイワイフがいなかったら、
出た出た。カピバラさん。The hell you again? Here? メーカンデビュー。You are...Trespassing somewhere. Real bad. Please turn back. Trespassing ってなんだろう。とりあえず引き返せと言ってますね。Damn, I like you, man, but I don't you dare get in my way.まあ帰らんよと。You don't understand. やっぱりこのなんか先制的ポジションに、このカピバラさんはいらっしゃるようですね。うん。Yeah, you got some stupid riddles, that is. And now, let me pass. まあいいから通せと。サイ。I tried. サイって何？サイキック的なやつ？Farewell, friend. Please stay safe. まあ、ご安全にっていう。No way. Safe is far. Pussies.何もくれないの？なんか新しい技教えてくれるのかと思ったら、何のために来たの？あれかな、コインを全部集めたらなんか新しいの教えてくれるのかな。やば。変態おじさん登場です。Holy crap! You're a huge cunt, aren't you? Cunt ってなんだ？ You are blocking my way to big time. You got them. Either move or get ready to become not so big idiot. まあ、猿か死ぬかっていう話かな？うわぁ！え、なに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 ？ガンデビュー。ゲームオーバー。は？終わってしまった。マイワイフ？どこに行った？いや、サンキューフォープレイングじゃないんだな。Hey, sorry for the, cliffhanger. The debut has been, tough one to make. I really needed to get, this game out.In the public, in order to get some peace of mind. It's been an on and off project for the past 2 years. Facing... Facing a lot of uncertainty and hardships. なんか喉が急に。英語を喋ると何に悪い問題が。Originally, I envisioned this game
to be much bigger. Lot of boss fight a more than idiot to encounter, and in general just cool fun stuff. To get the point, what I've released here will test where or not this game will be worth pursuing further. So it really comes down to what you guys want. If this game gets more attention, then it be much easier to get funding, throwing new opportunities, and in general, it will be more exciting for me to work on it. Already, that's a piece of my heart. Either way, I hope you had a good time playing this game. Let me know what you think by leaving a preview. Until next time. つまり、ゲーム途中までしか作ってないよっていう。なので、作者を、サポートしてねっていう、そういう話なんですね。なるほど、なるほど。サポートファーダー。A future project by buying my other game soundtrack. Get my music from Gantibufia. なんか急激に喉がガラガラになってしまった。まあでもいいところに、いいところで終わりましたね。コインを全部取ったら、どうなるのか。気になるんですが、なんかね、急激に喋るのが辛くなってきたので、まあ、ちょうどいいタイミングで終わったかなっていう、感じがします。というわけで皆さんは、このゲームの、作者の方をサポートするために、他のゲームを、買ってあげてください。今後さんありがとうございます。無事に、クリアができました。意外と短かったですね。もうちょっと長いかなって、思ったんですが、意外とクリア、することができました。とりあえずね、叫びすぎ&英語喋りすぎ問題で、喉がダメになりがちですね、これ。鈴木 HD さんありがとうございます。無事にクリアができました。というわけでね、お昼も、無事に食べられそうなので、お昼を、食べていきたいと思います。配信じゃなくて。20分、お昼までに、20分を残して、攻略しました。これ、コイン全部集めたら、どうなるのかな？そこまでやるとなんか終わらないんじゃないかっていう、気もするので。まあ、これぐらいでいいかなと、思います。なんか話し残したことないかな？大丈夫かな？最近ね、なんか終わった後にね、あ、そういえばあれも話せばよかったな、みたいな、ことを思い出しがちです。まあまあ、
喉のためにもこれぐらいにしておけますか。というわけで、カンデビル、アーケームパイ、アーケールピック、名前が読めない A3 のゲームでした。というわけで、残りの、お盆休みも、皆様お楽しみください。というわけで、お疲れ様でした。またね、バイバーイ。